5億倍入る。それではメッセージの時を始めます。まずお祈りします。天の父なる神様、この子供礼拝のメッセージの時ありがとうございます。あなたがこの者の口を清めてくださり、また自由に語ることができるように助けてください。感謝してイエス様の名によってお祈りします。アーメン。今日はですね、テーマは生き返ったヤイロの娘という、題なんですけれども、イエス様の力を信じる信仰について学んでいきたいと思います。聖書箇所は、新約聖書のマルコによる福音書、新約聖書のマタイ・マルコ2番目のところで、ちょっとページ数わかんないんだけど、5章の21節から43節ここを、やっていくんですけれども、みんな後でこのところ読んでおいてください。読んでみてください。そしてまず暗証聖句からやっていきたいと思います。今日はその中のマルコの5章36節、聖書を持っている人は、マルコによる福音書の5章36節を開いてください。何ページだ、73ページかな、74ページ。マルコによる福音書5章36節74ページだそうです。第3版ゾエさんは大きくしてきてね。簡単な御言葉なんだけど、とっても大事な御言葉なので覚えていきましょう。はい、はい、それでは皆さんで、まず読んでいきましょう。聖書のないお友達はこちらを見てください。 1-3、 恐れないでただ信じていなさい。マルコによる福音書5章36節マルコ5章36節、じゃあはい、皆さんもう覚えましたか。覚えた。はい、じゃあ恐れないでただ信じていなさい。はい、もう一度言ってみましょう。 1-3、 恐れないでただ信じていなさい。マルコ5章36節では今日の、暗証聖句最後にもまたやっていきたいと思います。今日はですね、イエス様がの病気を癒してくださるっていうことを、聞いて、いろんな人がやってきたんだけれども、そのことについてのお話です。みんなは病気になった時ってどういうふうにしますか。寝る。あ、じゃあジョン君はポカリスエット。ポカリスエット。病院行く。病院行く、そうだね。ね、いろいろ治療してね、まあ、ポカリスエットを飲むのもいいよね。俺手術したことあるんで、してた。あ、ちっちゃい時ね。あと病院に行ってお薬もらったり診察してもらうっていうのも、あともう一つ何かしない。みんなイエス様信じている人ね。はい、ジョン君、そうだね、イエス様に治してくださいとか、あとどんな病院に行ったらいいですかとか、いろいろお祈りするっていうこともとっても大切なことなんですね。で、このイエス様の宣教していたね、その時もイエス様が病気を癒してくださるということを聞いて、たくさんの人が集まってきたんですね。そしてその中の一人でヤイロっていう人がいました。街道管理者って言って、街道をね守っている人で、まあ、とても偉い人が、その娘が病気になって、もう全然治らない、病院に行ったと思うし、病院お医者さんに、ね、行ったと思うし、いろいろ薬も飲んだんだろうけど、何をしても治らなくてもうダメと思って、ご愁傷様です。でヤイロはどうしたかというと、たくさんね、イエス様の周りにたくさんの人が集まってきてるんだけれども、
そこにヤイロは自分で、娘はね、あの寝ていたんだけれども、ヤイロが、イエス様のところに行ってこう言ったんですね。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に 手を置いて、娘の上に御手を置いてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいってお祈りでイエス様のところに行きました。それは最後にね、小さい娘って言ってるよね。私の小さい娘が死にかけています。本当に死にかけていますね。多分ね、もうみんなもそんな風になったらね、お母さんお父さんも心配して、多分本当に同じようなことをしているんじゃないかなと思うんですね。まあそんな病気ないと思うけど、ね、そしてヤイロはそのイエス様のところに行ったんですね。あ、これだ。今は周りに人がたくさんいたんだけれども、ヤイロは、ね、私のところに来て娘を治してくださいって頼んだんですね。そしたらイエス様は、じゃあ一緒に行こうって言って、一緒にヤイロの家まで出かけていきました。さて、その出かけていく途中にもう一つのお話が入るんですね。ですね、その途中に12年間、今12歳の人いる？12歳、ジョン君12歳、ジョン君12歳、12年間ずっと病気で、いろんな病院とか、まあ、本当にいろんなところに行ったんだけれども、全然治らなくって、かえってね、お金あげる、お金をもう全部取られちゃって、もう治してあげるからお金くれとか言われたんだけども、それでお金を渡しても全然治らなくって、とっても苦しんでいる女の人がいたんですね。闇金や。そしてその女の人も、ね、イエス様の本当に満員電車ぐらいな感じかもしれないね。本当にイエス様の周りにいろんな人がぎゅうぎゅう押し寄せてくるところに、そこにね、その12年間も病気だった女の人がイエス様のところに行ったら治るかもしれない、いや絶対に治るって、そう信じてイエス様をかき分けてね、そしてイエス様に直接言ったり、直接頼んだりはできなかったんだけれども、イエス様の着物、洋服、まあ、着ているものにね、触るだけでも癒される、そういうふうにね、その女の人はね信じたんです。そしてその今度ね、人のをかき分けて、多分ちょっとだけ触ったかもしれない、ちょっと本当にイエス様のお着物に触ればきっと治る、そう思ったんで触ってみたんですね。そうしたらですね、その女の人は今までこう痛かったことかね、またなんかこう調子が悪かったのがスーッとなくなって、もう元気になったのが分かったんです。そしてそれも触られ、このここで、ここ触られてみんな分かると思う。分かるね。分かる。引っ張ってない。本当に多分触っただけだと思う。そしたらイエス様もね、自分からさーっとその女の人にこうね、力が出ていったっていうことに気づいて、そしてね、たくさんの人を見て、誰が私の着物を触ったんですかって言ったんですね。そしたら弟子たちはね、こんなたくさん人がいるのに誰が触ったかなんて分かるわけないですよ、そう言ったんですけれども、イエス様はそれでも絶対そこにいるはずだと思って、その人を知ろうと思ってこう見回していたんですね。そしたらね、やっぱ女の人はね、あ、私だって思って、恐れもあったんだけれども、でもね、自分も本当にそのそれでイエス様から力を受けてこう治ったっていうのが分かったので、イエス様の 前にひれ伏してね、私は、まあ、触りました、そして私は治りました、そういうふうにね、全部そのことを、あったことをイエス様に言いました。そうしたらイエス様はね、その女の人に何とおっしゃったかというと、娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです、安心して帰りなさいって言ったんですね。だからイエス様はその女の人の信仰を喜んで、そしてその信仰があなたを治したんですって言ってくださったんですね。
そしてそういうことがあったので、ちょっとさっき 何しに歩いてたんだったっけ。ヤイロの家に行こうと思ってみんなで行ってたんだよね。だからちょっと時間が過ぎちゃったんですね。そしたらその街道管理者のお家の人がね、まあその何て言うんだろう、そこの、まあ、使われてる人か分かんないんだけど、そのお家の人がやってきて、ヤイロにね、あなたの娘さんは亡くなりました、そう言ったんですね。ご愁傷様です。うるさいじゅん、さっきからさ、うるせえね、人が死ぬにそんなこと言うくらい。娘さんが亡くなったって聞いて、本当にヤイロはどう思ったかな。本当に悲しくて、もう辛くて、ショックだろうね。もうどうしていいか分かんなかったんじゃないかなと思うんですね。だけどね、その時ね、イエス様は言ったんです。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてその後、ペテロとお弟子さんね、ペテロとヤコブ、そしてヤコブの兄弟のヨハネ、その3人だけを連れてそのヤイロの家に行きました。そしてそのヤイロの家に着いて、着いたらみんなどうなってたと思う、そこにいる人たち。泣いてた。そうそうそう、ね、娘が死んで、ね、死んじゃったんで、本当にね、そこの家族とかそこにいた人たちは大声で泣いたりわめいたりしていたんですね。だけどイエス様はこう言ったんですね。なぜ取り乱しているんですか、泣くのですか。子供は死んだのではない、眠っているのです、ね、死んだんじゃなくて眠っているんですって、そう言ったんですね。でそんなこと言ってもみんな どう思ったかというと、死んだっても分かってるのにそんなこと言ってって言って、本当にみんな嘲笑うって言ってるから分かるかな、何言ってんだろうって、そういうような感じでみんなが思っていたんですね。でだけどイエス様はその娘の寝ているお部屋にたくさん人がいたんだけど、その人のお父さんとお母さんと、そしてさっき連れてきたお弟子さんだけを連れて子供のいる部屋に入ってきました。そしてこう寝ている子供の手を取って、タリタクミって言ったんです。タリタクミって誰かの名前とかじゃないんだよ訳して言えば少女よ起きなさい、タリタっていうのが少女、クミっていうのが起きなさいっていう、少女よ起きなさいって言ったんですね。そしたらその娘は起き上がって、そしてね、起き上がっただけじゃなくってベッドから降りて歩き始めたんです。そしてこの女の子もね、なんと12歳になっていたんですね。だからお父さんお母さん小さい娘と思ってたんだけども、12歳になって、そして本当にみんなは驚いて、そしてイエス様は本当に神様だ、そして信じていったんですね。イエス様はこんな奇跡をなされたんだけれども、みんなにもね、いろんなことをしてくださいます。ただ信じていなさい、恐れないで、ただ信じていなさい、その言葉を信じてヤイロはお家に行って、そしてその信仰がさっきのね、病気の女の人も 治ったように、信仰がね、治してくださった。ジョイさんもね、実はね、ただ恐れないで、ただ信じていなさいっていう言葉をいただいたことがあったんですね。それって、まあ、病気とかではなかったんだけど、まあ、みんなもまだ小学生だからまだこれからなんだけど、息子が大学に入る時だったんですね。でみんな、まあ、高校に入る時とかも受験っていうのがあるの知ってます？中学受験とかもあるよね今ね。で受験があって、で息子もね、まあ権利はたくさん
お金はあるんだけど、なかなか自分のところには現実にお金がなかったので、なんていうの、国立とか公立とかそういうところに入るようにっていうお祈りしてたんですね。お金のかからないところに入るようにってお祈りしてたのね。なんだけどやっぱり大学受けるときってやっぱり、ね、それじゃなくてもなんか私立とかもいくつか、まあ、先生に受けなさいとか言われるんですよ。それでその一応私立はその国立とかの前に受験があるので一応一つか二つ受けたんですね。そしたらね、なんと私立は受かったんですね。受かったんだけど、あの息子は理系って言ってね、ちょっと理系ってすごくお金もかかるんだけど、その入ってもとっても、まあ、経済的に大変だなと思ったんで、息子にいや一応力試しで受けたって言ってたから、まず、まあ、国立の方を受けてダメだったら浪人するって聞いたら、大丈夫だから僕はあの国立受けるから、一応その私立の方がね期限があるんで、入学金とか払う期限があるんで、じゃあ払わなくてもいいってことになったんだけど、その時に言葉をいただいたんですね。遅くなってもそれを待て、それは必ず来るっていう言葉だから、あこれは多分この私立じゃなくて違う方合格なるかなって思ったんだけど、でもやっぱりね、もし受からなかったらせっかく私立も受かってるのにどうしようかなってとっても心配だったし、親としてはやっぱりあの浪人しないで行かせてあげたいっていう気持ちがたくさんあったんだけど、その時にその言葉がね、その遅くなってもそれを待て必ず来るっていう言葉があるのに心配だったのね。そしたら神様は恐れないでただ信じていなさいって言ってくれたんですね。そしてそのままやっぱり私立はちょっと行かないってことにして、違う大学を受けたらあの受かったんですね。本当に恵みだったと思います。それであの今、あやっぱり神様の言葉ってすごいんだ、多分そうこの言葉をいただいてなかったらきっと右往左往して何とかしてこっちの大学の私立にも行かせてあげようと思って頑張っちゃって大変だったなと思うんだけれども、本当に神様の言葉を信じていてよかったなと思いました。みんなもこれからいろんなことがあると思うんだけれども、本当に神様の言葉に従ってそして信じて、そしてその神様がなしてくださることを見ていきましょう。それでは最後に、暗唱聖句をもう一度読んでいきたいと思います。ないけど、大体ないけど覚えたかな、恐れないでただ信じていなさい。じゃあ行きます。 1,2,3 恐れないでただ信じていなさい。マルコ5章36節。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたが、このメッセージを導いてくださったことをありがとうございます。どうぞ本当に、恐れずにあなたの言葉に立って信じて歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。感謝してイエス様の名によってお祈りします。アーメン。